南相馬にありますノアの箱舟さん。ノアの箱舟、はい、スイートポテト食べられたことあるんですか？食べたことあります。どうでした？めちゃめちゃ美味しかったです。行ってみたいです、はい、素敵な情報をいただいたのでまずはお店に取材交渉。ありがとうございます。みそです。こんにちは、突然すみません、はい、楢葉町でこうインタビューをしているとあのノアの箱舟さんの芋スイーツが美味しいというふうに聞きまして。本当ですか？ありがとうございます、はい、あのぜひもしよければドキドキしました。今から取材に行かせていただきたいんですけど。今からですか？可能ですか？例えば上のものにちょっと聞いてくるので少々お待ちください、はい、ありがとうございます。お願いします。お待たせしました、はい、あの大丈夫だと本当ですか？ありがとうございます。ということでノアの箱舟へ。一体どんなお店なのか。小野町から楢葉町に移動してさらに南相馬市にやってきました。渡辺さんが紹介してくださったノアの箱舟はこちらです。新しいですね、芋芋芋ということで本当だ芋の文字で溢れたノアの箱舟早速行ってみたいと思います。芋好きにはたまらない。外観から芋への思いが伝わってきます。芋へのこんにちは。おこちらが渡辺さんがおすすめしてくださったスイートポテト。美味しそう。そしてずらりと干し芋が並んでいて、こちらが生スイートポテト。これ何でしょう、初めて聞きました。気になりますね。岩手県に本店がある焼き芋専門店ノアの箱舟。この南相馬店は今年4月にオープンした県内初の店舗です。店内には焼き芋を使ったいろいろなスイーツが並んでいて、中でも驚いたのはこちらは何ですか、この大きなモンブラン。インパクト抜群ですね。すごい量の芋スイーツですね。たくさんのスイーツを用意させていただいております。いやもう芋に囲われて幸せな気持ちになっています。ありがとうございます。その素材となるさつまいもですが、ノアの箱舟では一体工場の方で焼き上げてから千日間を冷凍庫で寝かせておる千日熟成芋といいまして、甘みを、はい、甘みを凝縮させているお芋になっております。こだわりのさつまいもで作られるさまざまな芋スイーツ。その中で今回私が選んだのはこの3つ。まずはでは渡辺さんが紹介してくださったスイートポテトをいただきます。うん、とろとろで美味しいです。下の部分が焼き芋そのものになっていて、その上にさつまいものペーストが乗っているので、一口で二度食感と味が楽しめます。スイートポテトをたっぷりと挟んだサンドイッチもクリームとの相性が良く美味しかったです。頼めばよかった、買ってきて。最後にいただくのは注文を受けてから仕上げてくれるこちら。雨降ってるね。この大きさすごいですよね。私の顔と比べてどうですか？いやもう小賀さん顔小さいからさ。ではこのモンブランの中どうなっているんでしょうか。いただきます。わ本当にボリュームすごい。うん、口の中いっぱいにさつまいもの甘みと香りが広がります。中にレモンソースが入っていて、それがこうさっぱりとさせてくれて美味しいです。シェアできるぐらいですかね。こんなに大きいけど一人でいけちゃうんじゃないですかね。というぐらいさっぱりしてて美味しいです。どの芋スイーツも絶品のノアの箱舟。今回はスタジオにも一つご用意したのでどうぞ召し上がれ。わーい。
はい、気になっていた方も多いかもしれません、うん、ノアの箱舟の生スイートポテトをご用意しました。わあ、すごい、何これ、プリンみたい。本当柔らかいんだ、うんうん、抹茶に合うの、どうですか、うん、クレーミー、うん、生ってどういうことなんですか、これ。ですね、こちらは千日間熟成させた安納芋を生クリームと合わせて焼かずに仕上げているスイーツです。なるほど、だからクリーム感残って、はい、風味もすごいですよ、これね。私アーモンドですけど、このアーモンドの食感も楽しめていいですね、はい、そうですか、よかった。濃厚、美味しい。クリームを食べてるみたいです。あ、うんうんうん、やっぱりトロトロなんですね。でも甘ったるさがない、全然、うんうんうん、いくらでも食べれるよ、これ。ありがとうございます、小川さん。よかったです、楽しんでもらえて。